こんにちは、こんばんは。矢作睦月です。今回なんですけれども、次のアップデート 13.4 で実装されるシナリオ D-Day、 テストサーバーの方でプレイしてきましたので、予習がてらちょっと解説していこうと思います。まずはここ、このシナリオ制限時間が15分となっております。他のミッションよりも5分短い。この5分短いというのが実はそれなりに影響します。シナリオ戦は敵を殲滅するのはもちろんですが、主タスクと副タスクが存在し、それをクリアしないと星5にはならない。その猶予時間、無駄打ちをしていられる時間が5分短くなったおかげで、自分の立ち位置、場所ですね、対処するためには主砲もしくは副砲が届かなければいけない。目標物に主砲が届く位置に迅速に移動できるかどうかが結構重要なことになっています。そしてこのミニ駆逐艦といいますか、雷撃艇ですね、名前はシュネルブーツ。どうやらドイツ語らしく、英語に直すとスピードボートという意味になります。さあ魚雷来ちゃった。この魚雷ね、まあまあそれほど痛いわけ、いやまあ痛いっちゃ痛いんだけども、公式の写真ですがこちら、艦首部分左右に魚雷発射管が1門ずつ搭載されている。突っ込んでって正面に対し魚雷をぶっ放す、もうそれが目的なだけです。ただこのシュネルボート、速度が速い。パッと見で70から80ノットぐらい出てんじゃねえのっていうぐらいやたら速いです。モーターボートというかパワーボートに魚雷つけた、そんな感じですね。とにかくちっちゃい、そして速い。ただヒットポイントはなく、魚雷以外の兵装も見えないので、正面を向いたら魚雷を撃ってくると思えばいいでしょう。さて第1波を退けますと、今度は4カ所の対空砲台を破壊しなければいけません。主タスクにも出てますね、対空砲台を無力化せよ。この対空砲台ですが、フランスのティア7巡洋艦アルジェリーの 203mm ですと AP、HE どちらも効果があります。ちゃんと貫通してくれます。この対空砲台の強度に関しては、他のシナリオ戦に出てくる地上砲台とあまり変わらない感じがします。つまり 150mm 系の主砲だと AP だったら長弾する可能性が出てきてます。はい、砲台を破壊しようとするとまた湧いてきますね。やってみた感想ですが、出てくる敵艦は基本的にこのボートかドイツの駆逐艦です。敵として戦艦巡洋艦は出てきません。ですので駆逐キラーの巡洋艦がまあ優秀というか役に立つと言えるでしょう。あとは陸上からの砲台と空港からの航空戦力、そして機雷源なので、戦艦で出撃する場合は基本的に副砲特化で、主砲は砲台や空港を壊すことを優先すべきだと思います。ああ機雷源が突っ込んじゃってます。はい、この機雷ですが、爆雷で排除することができます。爆雷で排除できますが、枠の中心部分にある爆雷ぐらいにしか対応できません。ですのでこの機雷源、
駆逐艦で機雷原の中を突っ走りながら帯状に爆雷を投下しないと効率的には破壊できないというところが痛いところですね。で、特に戦艦の場合はすぐ近くに爆雷を落とせないので、機雷原にはまってしまうとかなり身動きが制限されると思ってください。で、言い忘れてましたが、このディレイ7隻ではなく6隻で挑まなければなりません。ですので味方の海上主砲火力がちょっと下がると思った方がいいですね。いや、それは今回駆逐艦が3隻もいるからか。砲台の破壊に手間取っております。ちょっと駆逐艦は問題だな。理想的なことを言えば戦艦2隻、巡洋艦4隻、機雷原の総統として駆逐は1いればいい、別にいなくてもいい。いや、このシナリオ駆逐艦いない方が迅速に、そうだな、駆逐いらないな。理想的なものとしては、まあ安易な考えですが、戦艦2隻、200ミリ以上の従順2隻、150ミリラインの軽巡2隻、その6隻でいいんじゃないでしょうか。っていうか、それが多分ベストじゃないかな。ただこのシナリオ、使用できる艦艇の国が決まっているので、優秀な使いたい艦艇が何でも使えるわけじゃない。アメリカ、イギリス、フランス、ヨーロッパ、イギリス連邦だったかな。ああ、オランダも行けるんだ。行けるんだけれども、ティア5から7なんだろうね。私も不走信者の一人でもありますから、ここに不走を持ってこれたらめちゃくちゃ活躍できる気がするんですけれども、持ってこれないのよね。で、ティア567で優秀な艦艇を他の国で、残念ながらこれテストサーバーなので、私が普段乗ってる艦艇、特にプレミアム艦艇がね、一切ない。そんなこんなで選んだのがティア7のアルジェリーなんですけれども、ここダンケルクで来たいと思ってます。それかストラスブール、どっちもプレミアム感、どっちもテストサーバーでは手に入れられないといったところで、シュタスク達成。さあ、ここから第2フェーズと言っていいのか。ドイツの Z シリーズが湧いてきます。この駆逐艦たちがいやらしい。何しろドイツの Z シリーズ、インペはそれほど良くないので見つけれるんですが、問題点はドイツの HE、 貫通力が高くて着火するんだ。そしてボットの精密射撃、謎に当たる射撃ですから、たとえ戦艦でもこの Z シリーズ4隻にたった1人粘着されると、HE をぶん投げられ続けてすぐに燃える。そしてゴリゴリ削られる。マジでうざいです。なので足の速い戦艦であればと思うかもしれませんが、ここにおいてもまだ嫌いがうじゃうじゃ湧いてくる。今もフィジーの横に嫌い源が発生しましたね。さて、私の方はと言いますと、ここに空港があるんです。まあ空港よりもこの砲台を壊さなきゃいけないんですが、残り3つですね。この3つを破壊しなければいけないんですが、フィジーは届くかもしれんが、ウエストバージニアはちょっと無理か。とりあえず AP、HE どちらでも大丈夫です。ただ AP の方がやはりダメージはでかい。
さて、左上にリプレイで撮影した別アングル、空港に対して AP を撃った場合、このようになります。はい、全部中断。巡洋艦に乗る方、気をつけてください。空港は AP をがっつり中断させます。まあ実際空港は破壊する必要はないんです。タスクにありませんから。沿岸砲台さえ壊せば勝利です。砲台には AP、 そして空港には HE、 これは覚えておいてください。まあぶっちゃけアスファルト、滑走路に着弾してるんですが、滑走路には刺さらないと思っておけばいいでしょう。そして注意点といいますか、一つ言っておくべきこととしては、敵艦艇は雷撃ボートと駆逐艦だけになります。ここの余ダメージには艦艇に対するダメージしか計算されません。どれだけ地上砲台、空港を壊そうと、ここには影響しないんです。副タスクには駆逐艦の7隻の排除、地上砲台7箇所の排除があります。これね、この時私迷ってます。副タスクの駆逐がもう3隻湧いてるのよ。この3隻潰せばいいんだけれども、砲台も壊さなきゃいけない。で、砲台を撃てるのは私だけなのよ、現状ね。これ本当にね、上陸艇を護衛するのが仕事ですから、ドイツ駆逐を撃つべきかもしれないんですが、タゲが3か4、これは駆逐に狙われてるってことなんですが、これでもうほぼ腹が決まってます。残り時間で見ても、私が沈むのが先か、それともこの砲台を破壊できるのが先か。ここに来て散布会が安定しない。今から駆逐にターゲットを変えてもダメ、間に合わない。むしろ地上砲台、よし壊れた、戦場に火災を確認。間に合ったけれども、はい、これでまだ私が撃たれてるけど1タゲになっちゃった。耐えきる、え、うわー、南側ルート嫌いで沈んじまいやがった。これはまずい。ストルトが嫌い排除に頑張ってるんだけれども、足りなかったか。私はなんか耐えたね。もう空港じゃあ壊そうか。西側は3隻生き残ってるから、うん、空港ぶっ壊すかというふうに判断したんですが、実はこの判断が間違い。副タスクに空港破壊はありません。空港は破壊しなくていいんです。 Z31 2隻が射程内にいるんだから。ここはマジで間違えました。 Z31 を撃つべきでした。忘れないでください、空港を壊す必要はありません。あとは駆逐艦2隻を沈めればいいだけなんです。本当に間抜けなことやってしまいましたね。まあとりあえず空港は破壊してしまいましょう。もう次の戦車で沈む、ってか燃えろ。ドン、入ったということで Z31 射程外になってしまっております。いや、間抜けなことをやらかしました。まあ実際、勘弁してください。この映像、 D-Day のミッション参加して3回目のやつです。いろいろ検証しながらやっていたので、飛行場を破壊したくてたまりませんでした。残り駆逐艦1隻なんですが、残り時間があと10秒。はい、ということで、これ逃したのかな、どうだったっけ。あ、はい、10秒なかった。5秒前に強制終了。
なんだそれ、15分じゃねえじゃん。はい、ということで地上施設は8箇所壊してます。艦艇は2隻しか食ってない。はい、このウエストバージニアさん10隻食ってますね。めっちゃ頑張っていただけました。私もね、賞賛いただけましたので。まあ西側の砲台壊せるの私だけだったからね。このミッション本当に位置取りなどが非常に重要になってます。時間も短いです。最後の機雷原の対処に駆逐はやっぱり必要か。戦艦に巡洋艦に駆逐艦にが正解かもしれません。今回の動画はここまでなのだ。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いするのだ。